福岡市立むしろ田中学校は、福岡県福岡市博多区東成尾にある公立の中学校である。通称、赤中。生徒数は、約580名程度で、1年生6クラス、2年生6クラス、3年生6クラス、特別支援学級2クラスである。小学校校区は、むしろ田小学校、月熊小学校、東。 月熊小学校の参考区。県立普通高校学区は、第5学区と第4学区の一部、健康、意欲、自主、挨拶、掃除、勉強、団結会長1名、副会長2名、初期2名、各専門委員長、各副専門委員長の、計17名で活動している。学校再演により、朝日新聞、西日本新聞、テレビ西日本に取り上げられる。 入学生、在校生、保護者、地域来賓、教師などが出席。学校長式児、PTA 会長祝辞、来賓祝辞、生徒会長から挨拶。式典終了後、保護者代表挨拶。一年生自然教室入学直後に実施。生徒の団結を深めると同時に、むしろだ中学生としての自覚を養う。 むしろだ中学校生活の説明。生徒たちによる体育大会。平成24年度スローガン、作り出せ。むしろだ中の新たな伝統令和元年度スローガン、輝く笑顔輝く、赤中我らの時代3つの高校が来校され、3年生への激励会を行う。応援団、チアリーディング部と、 一年生保護者進路説明会一年生保護者向けの成績の出し方、学習の仕方、高校学区説明等に学年生による職場体験学習。生徒会役員会選。演説が行われる。課題曲、自由曲の2曲を歌う。金賞、銀賞、最優秀伴奏者賞、最優秀指揮者賞がある。PTA と親父の会、地域一体のバザー。 生徒総会生徒会役員による1年間の活動方針の説明。親父の会、PTA 役員、教職員、2年生以下の部活動生、生徒会で3年生受験合格祈願の紅白餅つき。後日3年生に配布。2学年生対象。こんにちは6年生むしろだ小学校、月熊小学校、東。 月熊小学校から児童が訪問、学校見学など。小学6年生保護者への説明会。3年生を送る、会3学年生の卒業を祝福。高校区少年育成連合会主催による6年生を、対象とした部活動体験及び通学路確認。体験終了後に、カレー等の食事交流会がある。むしろ田中親父の会にて、交通誘導。 パトロール実施シシ式に学年生対象。生徒一人数とが登壇し、将来の目標を発表。3名の代表生徒が、夢や目標を語る。学校長挨拶、PTA 会長祝辞、来賓3席、保護者3席。1学年生による、1 0人一首大会。卒業式卒業生、在校生、保護者、地域来賓、教師などが出席。 学校長式辞、PTA 会長祝辞、生徒会長から挨拶。掃除、同時、卒業生保護者代表者児童。福岡空港が、むしろ田中学校近くに存在するため、騒音対策として設けられていた空き地を有効活用するために作られた。主に園芸部が活動。 h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w g o o g l e c o j p スススラッッシュマプラッシュ3 3 5 7 9 8 1 6 1 3 0 4 6 0 6 9 8 6 1 7 1 6 z ありがとうございます。